ははい、えー、それではですね今回は、えー、2015年度合格目標受験経験者向け講座の特徴に関して、えー、お話をしていきたいと思います担当いたしますのは伊藤塾専任講師の平林ですどうぞよろししくお願いいたします えさて、えー、今回のところ、二千十五年度に向けた受験経験者、向けの講座。えこれに関するですね、特徴を、本当に簡単ではありますが、えぜひ説明をさせていただきたい。というふうに思います。えこちらでありますけれども。え基本的な知識、まあこれがあることを前提に、え少し応用的な知識を広げていったり。もしくはですね、あの、あんまり学習やってないな、大事なことは分かっているんだけれども。あんまりそこまで、え学習をしていないんだよな、なんていうふうな。 ところ、えそういうところをですねかなりピンポイントについていった学習、えこれをしていきたいなというふうに思っております。具体的にはでありますが、えこちらですね上級講座で扱う領域というふうなところを載せさせていただきました。A ランク、B ランク、C ランクというのは重要度であります。そして高難度、中難度、低難度、これは文字通りその論点の難易度のことを表しています。で基本的に上級の講座を受講される方というのは基本的な知識 これはある程度身についているんですねなんだけどもちょっと虫食い状態のところここあんまりやってなかったんだとかですねまあ知らんくだしそんなにやらなくていいんじゃないかなというふうに言ったところでまんべんなくですねどんな問題が来ても一応簡単な問題だったら解けるというふうな状況下になっていないというふうな方結構多いんですねそのために今回のこの講座のところではそういうことがないように まあ、虫食いにちょっとなってしまっているところですねそこをケアできるようにですね A ランク、まあ、重要度が高いことは分かっているんですが難易度が非常に高いというふうな論点であったりもしくは B ランク、まああの、ある程度重要なランク、ですね重要な項目ではあるんだけれどもやはりそんなに A ランクを中心に勉強してさせる、まあ、勉強があんまり手が回っていないというふうなところですね。それかかかららら C ランク、まあ、重要度が低いからほとんどやらなかった と,いうふうなところに関して、まあ、こんな形でですね、えー、領域を絞って学習をしていきたいというふうふに思っています、まあ、基本的にインプットの講座のところでは、いわゆる低難度で本当に基本的なところというところは、えー、そんなに説明はしていきません、まあ、確認程度にとどめていく、えー、その代わりにちょっとここ難しいですねというふうなところであったりあここは難易度が高かったところです、ここは多分皆さんの学習が進んでいないはずですなんていうふうなところにかなり焦点を当てて説明をしていく。 とといいいうふうなななここでででかりりりメリハリハををつつけたです、ね、講座を展開してくもあますすれがインプットですでそのインプットが終わったところから今度はそれを問題に投影させていくという,ふうなところも一緒にやっていきたいと思っていますこの問題のこの言葉を見た瞬間に何をどこまでどうやって思い出していけばいいのかそういうことを具体的に明示していく解放マスターという,ふうなものがあります。 まあこの上級インプットマスターというインプットのところではまずこういう領域を扱っていきそして身につけた知識を今のような解放マスターというふうなところで何をどれだけ 思い出していって、まあ、どういうふうに考えていけばいいのかというふうなところを提示していくインアウトのブリッジ講座ですねというふうなものもありますでその後にですね合格答弁というふうな形で答弁があって今までインプットインプットアウトプットやってきたものに対して全く見たことがないような問題これにどう対峙していけばいいのかというふうなところですねここのインアアウウトトトそしてアウトプッッへという,ふうなブリッジこれを結び 進んでいくのが上級の講座の大きな特徴ということになっていきますので、えー、この講座をまあ受講してみたいという,ふうな方はまさにですねこの基本知識ある程度これは知っていたんだけれどもやっぱり去年の問題のところではあここあんま勉強してなかったな、なんだこの応用的な判例知らないぞというふうなことを痛感した、えー、そんな方がですねもう今年こそ絶対合格するんだという,ふうな方です。 場合ですね。いうふうな場合には、おそらくええー、と鉄分フィットするんじゃないかなというふうに思いますので、えー。ぜひ検討していただければというふうに思います。私からは以上ということにさせていただきたいと思います。